はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロマンシングサガ続きをやっていきたいと思います。今回はオールドキャッスルに、向かうんですけれども、まあ、オールドキャッスルにね向かいつつ、前回手に入れた神々の武器レフトハンドソードとウコムの矛、そしてエリスの弓、この3つをね使いながらレベルを上げながら、進んでいきたいと思います。フォークはトマホークを投げよう。レフトハンドソードね、まあ3にはなってるのか、ちょっと遠い。クローディアが一番前に出てんのね。一番良くないパターンだな。これどこだ。ファイアウォールは1列なんで誰か2人。おアルベルトはさすがにアクアマリンを装備してるから食らわないね。で先に要は神々の武器、今回オールドキャッスルでも、買えるんですけれども、それを買って残りのイベントを進めていきましょう。結局武器とか手に入れてもね、ちょっと待て武器とか手に入れてもそれを使いこなさなきゃいけないんで、まあ、使いこなす時間も必要なんですよね。要はレベル上げをしなきゃいけないっていうこと。ガーランドスピア買ってあげたんだ。で神々の武器、いわゆるこのオールドキャッスルの先にあるところは武器を買うんですけれども、めちゃくちゃ高いんですよね。ジュエル3とか使うので、まあジュエルはでも結構潤沢に持ってるんでね、大丈夫でしょう。あれウコムの矛って誰持ってたんだっけ。シフだっけ。あそうだ、ガーナルスピアじゃなかったわ。でシーフはちょっと減ってるのか、ヒットポイントか。ファイアウォールを食らったから、なかなか上がらんねえ、やっぱりここまで来ると。外壁とかに宝箱ないかな。あんまり行きすぎるとまたモンスターが詰まってくるからな。ここはねそれなりにお金が落っこってるんですよね。あとバーバラをどうするかだな。今のところ予定としてはグレイにアイスソードで、ホークにはジルコンの斧で、アルベルトがレフトハンドソードで、シフがウコムの矛で、クローディアがエリスの弓というところになってるんですけれども、バーバラがね中衛にいるんで、槍はもうウコムの矛が最強なんで、これを2つ手に入れることはできませんと。じゃあ中衛からどうやって攻撃していくかってなると、やっぱりガーラルスピアになっちゃうんですけれども、悩みますね。アンバーの土とかが売ってるんで、要は打撃系ですね、打撃系の最強武器が売ってるんですけれども、それを使おうとすると1回前へ出ないといけないと。そうすると毎回毎回毎ターン毎ターン前へ出る前へ出るをね繰り返さなきゃいけないんで、それはそれでめんどくさいんだよな。ガーラルスピアでいくか。あこれシフ食らったら死ぬぞ。おお500とか強すぎでしょ。レフトハンドソードとウコムの矛、火力は出るね。特にウコムの矛レベル上がんねえけど、バーバラはちょっと回復させながら行くか。次、いやモンスターだらけよ。まだここら辺の敵だったらねなんとかなるんだけど。じゃあバーバラは水でいっか。エリスの意味がマジで弱すぎるからな。いいね回復力がいいね。吸血された1。あれ何ダークですか。あと減ってるのはホークとシフ。聖杯、いや聖杯の回復を使っても聖杯のレベルは上がらないからね。
じゃあいいや水で。54。このオールドキャッスルでどこまでレベルが上がってくれるか。すげえみんな前にいるな。でシフを回復させればまあ大丈夫か。黒でやっぱ早いは早いんだよね。これで火力が出てくれれば何も上がらん。お水、水が上がったのはいいけど、ちょっと左から行くか。いや広い、ちょっと待って広すぎる。宝箱のありかが全然わかんない。こいつ強えやつだし、ガチで行くか。十文字さん、はやぶさからの、はやぶさからのはやぶさしかないな。中衛から攻撃できるのがさ、もうちょっと欲しかったよね。ガーラルアックス、じゃあガーラルスピア。あそうだ、こいつ骸骨だからクリティカルが出るんだ。基本前衛なんだけど、前衛最高でも3人だからね。しかもここ広いからさ、よく陣形を満たされるんだけど。シフを回復。エリスの弓、骸骨にやっときゃよかった。もったいなかったな。まあまたちょっと敵が多いんでね、飛ばすことになっちゃうとは思うけど、こいつらを倒したら飛ばすか。あ、はやぶさ切りは違う。ウォーターガンも10回しか使えないからね。前出るか。一番後ろじゃ攻撃不可だから。強い、レフトハンドソードやっぱ強い。なんか上がってくれ。レフトハンドソードか、ウコムの矛か。エリスの弓上がらないね。マジで死ぬ。本当に死ぬんだけど。高級傷薬みんなに1回ずつ使おう。あれだけの強敵に出会っても武器レベルが上がんなかったかな。セーブこまめにしていこう。マジカルシェルター1020円、980円。
武器のレベルがマジで何一つ上がんないんだけど、どっちだこれ。もうこいつらじゃ上がんないかな。何が関係してくるんだろう。敵の強さかな。でもガーネルスピアなんてまだ技一つも覚えてないからね。全体的な自分たちの強さと比例して上がりにくくなってくるのかな。他の武器を外した方が上がりやすくなるとか、そういうのがあるんだったらね、ちょっと外しておきたいんだけどね。やっぱり武器が多ければ多いほど使える技ポイントが増えるじゃないですか。それを考えるとあんまり多すぎると上がりづらくなるっていう、そういう可能性もあるからね。そして必殺技を使うとレベルが上がらないっていうのがね、結構辛い。1回は素振りしとかなきゃいけないんで、まあ、やっぱ全体的なね、能力値の上がりも今鈍いからね、2回に来たからセーブしとこう。左上に宝箱がある、あれは回収しよう。いきなりいつ死ぬかは分からないからな、このゲーム。突然強いやつが来て魔法を使われて全滅するということは、あれ何今の食らわなかった。こいつそもそもが防御力高い。そんなことないか。ヒットポイントが高いのか。あれこれ最終試練にいなかったっけ。普通に攻撃でやってるけど、こんな雨ごときでさ、あーそれはさすがにダメージ食らわないか。この微妙な減りがね、災いするんだよね。だいたい全体攻撃の魔法食らって耐えられるか耐えられないかくらいのヒットポイントだから、みんなちょっと減ってるとね、全滅に陥る可能性があるから。あぶねえ、フルフルはマジで怖えかんな。吹雪が全滅弾でなんとか倒すことはできた。ガールドスピアじゃない、フルフル用に2段突きを放ったところだったんだ。でもやっぱり強い敵になると上がりはいい気がするな、まあ、さっきはね技ばっかり使ってたから武器レベル自体は上がらないけど。でもさ、フルフル相手にさ素振りなんてできないでしょ。それはそれでまたレベルが上がらなくなるんだよな。まあ、はやぶさからの通常攻撃で始末できるような力があれば全然いいんだけど、多分無理だよな。レフトハンドソードとウコムのここら辺は素振りしておいて、グレソとガーナラックスはいいか、上がりきってるから。何も上がんねえし、本当に上がんないよな。一旦ちょっとこっちに引きつけよう。宝箱、端と端か。知力の本、まあ悪くはない。あと右側にも宝箱が、こいつ結構強いっていうね。一応はやぶさ戦法は取っておくか。素振りはしつつ、いけるかな攻撃だけで1ターンで1500、2500、まだ死なない。うん、3000くらいはあるか。12とかね。
何の足しにもならんこの2人の攻撃、全回復されたっぽいし、ただ一旦で総攻撃をかければ倒せない相手ではない。あとはどっちが速いか、フォークはさすがに素早い、フォーククローディアが速いんだよね。消化費79か、まあ全然大丈夫だな。よし、上がれ、上がらない、上がれ、上がらない、追っかけられてる。金はいらない、もう正直右か。おお、通過したね。本当にもうちょっと、上とか見てる暇ないんだけど、すげえ、いやダメだ、ちょっともう一回上行っちゃおう。あのフロアに宝箱があったら結構もったいないな。どうなってたこれもういいや、多少の宝箱の取り逃しはしょうがない。大体金とかのはずだからね、ここで。ジュエルはまあ結構持ち込んできてるから大丈夫でしょう。でここでの戦闘でまたお金自体は9999になるはずだから、それをジュエルに変えればまあまあまあ大丈夫。それより早く先に着きたい。ギャー、110。まあ、最低でも武器が変えればいいからね。でアイスソードで30L、ジルゴの斧で30L、まあ、これだけは絶対確保したいから、あと余ったものをね、雨雲の腕輪とか早手の服とかも売ってるから、あとなんだっけ、火神防具林、それも欲しいよな。それは1個1万円だった気がする。おお、宝箱を3つ、金が持ちきれない、リフレッシュドリンク悪くない、金が持ちきれないだ、もう金はね正直無理なんだよ。結局戦闘が多すぎるからさ、そこでパンパンになっちゃうんだよね。あの金とか一生取れなそうだよね。使ってさまた来てもさ、結局戦闘してさ、金がもう9999になってるってことでしょ。じゃあここに来るまでにお金が溜まりきっちゃうからね。まあちょっとひどいシステムだよね。宝箱回収 100% なんて絶対無理じゃん、このシステムがある限り。癒しの水、クローディアあたりを回復させるか。バーバラやっぱちょっとヒットポイント低いね。こちらは弱いからな、上がんないだろうな、上がんないね、もう弱いと本当上がんない。おー、今ようやくガーラルスピアが上がった。セーブしよう。9921円か、なぜか通過できた。
最高傷薬。悪くない、物は悪くないね。やっぱりあとはこの赤いやつ結構強いからな。二段切り使っていこう。こいつも連結弾使おう。レフトハンドソードウコムの矛、エリスの弓は完全に素振りで、これは一列いくからね。悲しすぎるよな本当に。上がらん、めっちゃ追っかけられてんな。後ろのな炎くんがめんどくさいんだよな。まあ、ただこの大根みたいなやつは速攻で倒せるはずだから、硬そう。防御してきた後ろのやつ、いや前のやつか、当たらないね。ただヒットポイント低い、やっぱ弱いわ。通らないってことはこいつも防御してるかな。ほんと半分になるね攻撃力が。上がらない、バーバロだけ器用さ。こいつ結構強いんだよな。早草でいこう。はやぶさ戦法で攻撃してれば倒せる。意外にこいつの素早さ自体も速いからね。エリスの弓は多分入らないから、レフトハンドソードかウコムの矛、ウコムの矛が上がってくれれば嬉しい。そもそも上がらない、そんなもんだよね。またこのパターンか、定規が逆になってんだ。モンスターもあれだよね、どこからぶつかるかで陣形が変わってくる。きたー、ファイヤーボールか。100くらい、まあまたバーバラで地道に回復させていくか。で次の回と長いよね、やっぱりオールドキャッスル敵が多すぎるし。こいつらもまあ強くはない方だよね。じゃあバーバラはまずは自分を回復させよう。ヒットポイントが400台だ。また左上の方にね宝箱があるような気がしたんだよな。いて47。今時フライパンじゃ俺たちは倒せん。げまたファイアボール使ってきた。今度別のやつが。グレイは何装備してるんだ、全然食らわないな。水、後ろのやつがめんどくさそうだな。待って、先に下を倒す。スカルゴイル、バーバラは回復に入ろう。フォークから回復しよう。うわやばい、流星剣が来た。どうぞ来た。300か。死者が出なかったのは救いだな。でホークは全回復してるから、グレイから順番に回復していこう。2回食らったら全滅するね。ヒットポイントが全開だったら大丈夫なんだろうけど。
が防御してるか。こっちも結構強いは強いんだよね、部類的に言うと。前衛は先に回復しておこう。もう前衛とかでもあんまり関係ないかな。全体魔法とかこれやべえとか思うんだけど、動けないになるだけだから。ダメージゼロ、全く問題はない。何もしないっていうところが、あ、雨雲の腕遊びしてんのか。だからだ、炎を食らわないの。雨雲の腕ってさ、1ってついてるけど何が発動するの。壊れたりすると嫌だからね。雨雲の腕が壊れたみたいな。え、何これ、316それなりに食らった。いや、ひとみとだけまだ死なないか。いや、ただこれだけの強さであれば何かが上がってもおかしくはない。いや、グレー集中攻撃食らってる。次回復させよう。108くらいの回復じゃ間に合わんだろう。上がらない、上がらない、上がらない、上がらない。上行こう。ジュエル1個ゲット。おお、ジュエル2個。ここはジュエルの宝庫だな。ジュエル今16個か。おお、敵と合わずに済んだけど、こっちっぽいな。まず下、無理だ。よし、レフトハンドソードが1上がった。ようやくだ。でも所詮1だからな。あとさ、フレームイーターの使ってくるのがさ、ファイアボールなのかさ、ファイアウォールなのかさ、一瞬じゃ判別できねえんだけど。今なんだけど、ようやく4とかだよね、多分。怖っ。
どれも350前後だね。だったら流星拳が一番痛いな。あ、ファイアボールか。ファイアボール、ファイアボール、わからん。うわ、中衛食らった。生きてる。バーバラとシフカ回復させよう。何気に水の魔法も回数減ってきたな。エリスの弓がね、上がってほしいんだよね。いや、どっち？ファイアウォールか。早い、こいつ結構。前衛はもうフォークしか食らわない。雨雲の腕は絶大だな。水はちょいちょい上がってくよね。さて、これはちょっと違う感じになったな。え、まだ続いてる。でもなんかオッケー、終わりが近いと思ったら敵はいっぱいいた。しかもめんどくせえ、これはめんどくさい。全滅さん一回使おう。早草切りを使う。ちょっと最悪流星拳2回使われたらまずいからな。ここはいやー、狂乱劇2段突きでいこう。で、大弓でいこう。日本一陣形がよろしくないからね。何匹倒せる？2人、悪くない。強え。大弓の方が全然強い。セーブしとこう。ここまで来てまた全滅したら厄介だからな。ジュエル1個、ジュエル2個、いいね。ジュエル6個も手に入れたよ。もういいでしょう、もうつくでしょう。あ、ついた、ようやくついたよ。巨人の里。さて、最初はなんか全然話しかけても、待って、果てな、なんだ、小人かって言ったのか。ここから降りると戻っちゃうから、なんだ小人か、それしか言わない。寝れるかな。機能してないんだよね、最初。長老みたいな人に話しかけるまで。小人には物は売らんぞ。いや、物を売らなくていいからさ、寝かしてくれ。キングサイズベッドだな。超巨大キングサイズベッド。こいつか。後ろから話しかけよう。サルインと戦うためにもっと強い力が必要なんです。手を貸してくれ。この世界は神々の戦いの末に一度は死んだ。我々は何とか生き延びたが、苦しい日々の連続だった。もう神々の勝手な戦いに関わりたくはないのだ。俺たちに黙って死ねと言うの？戦っているのは神々ではなくて人間なんです。生きるための戦いなんです。立派なセリフだな。なかなか言えるものではない。ここには古い神々が鍛えたアイテムがいくつかある。好きなものを買っていくがいい。買っていくがいいだからね。帰りは滝を滑っていくと早いぞ。サルインはこの山脈の南の端にいるはずだ。
ただもうここね一回終わりにするともう二度と来ないからね。道のりがきつすぎる。まずは武器だな。武器を買い揃えよう。いらっしゃいませ。ジルコンの斧3万円。明治スタッフ売ってんじゃん。あれアイスソードってここ売ってなかったっけ。えマジでちょっと待って。武器はもう一個あるよね。ジュエル19個。まずジルコンの斧よろしいですか。態度がすげえ良くなったな。これはホークに装備させる。ジルコンの斧よし。ここの道具屋魔法はこれ全部売ってんだよね。全種類の魔法が売ってるから。あアイスソードある。アイスソードダメージは大きいですが盾が使えません。そうそれが欲しい。これで6ジュエル使ったでしょ。まあ、宝箱しっかり回収してれば最低でも6ジュエルにはなるってことか。アイスソードよし。で一応グレー揃ってホーク揃ってアルベルト揃ってシーフ揃ってクロディア揃ったからバーバラをどうするかだな。早手の靴とかも欲しいよね。カジンボーグリーン頭だったら腕輪の方がいいかな。両方とも火の魔法を軽減してくれそうだけど変わってるかな。変わんねえし。こいつらは変わらないということはもう一個武器を調達するか。アンバーの土これも3万円なんだよね。マルダーの盾とかマジでいらないから盾と明治スタッフは本当いらない。説明だけ見てみる。明治スタッフは敵一体ダメージを与えます。与えねえじゃねえかよ。あ待て待て待て、ジルコンのじゃなくてアンバーの土。まあいいや。敵の防御力に影響されにくい武器です。打撃ってそういう説明なんだ。全然使ったことないからな。よし買おう。金あるし。あとジュエル10かで、バーバラに1を装備させよう。カーナルスピアまだ3だけどね。アンバーの土よし。であと防具早手の靴を全員に装備させるかどうする。これどうせだったらな、雨雲の腕は16じゃなくて12ジュエルあれば2つずつ全員に変えたのか。でも雨雲の腕は持ってるからな。早手の靴も1個持ってるからね。カジンボグリン頭か腕輪かどっちか。まあ、いや早手の靴全員に装備させよう。靴なんてもうないからね。あでも呪いの靴があるのか。3つくらい買っとこう。呪いの靴装備させる。呪われた靴装備してるし。グレー、あ呪われた靴装備してるからあれだ、食らわないんだ。えガラルシューズ持ってんじゃん。俺何個買った靴。3つか。早手の靴危ねえ。ガーラルシューズの存在を忘れていた。足みんな裸足だからな。ずっと裸足だったからね。よしじゃあカジンボグリンか。これだな。これを2つくらい買っとこう。からのフォーク革の帽子26だったのか29。グレイはじゃあ大丈夫か。スチールヘルムでいいね。じゃあシーフ頭装備してない。カジンボーグリン防御輪かで、あと2つじゃあ買っちゃおう。でバーバラとクローディアに装備させると、一回外さなきゃいけないのか。で一応魔法屋さん覗いてみる。せっかく来たことだし。すっげえ圧迫感あんな。なんか魔の術、魔の術はいいわ。幻、あ幻ってでもね、この現代戦士術覚えたいんだよね。流言術とか全然使えなかった気がする。光はスターソードがあるんだよね。かっこいいはかっこいい。スターソード木って何。
あー大したあれじゃないな。土、土は何最後。ストーンスタチュー安。水、水は渦潮なんだよね。渦潮も安いな。全ての敵に大きなダメージを与えますと、まあ、言ってるけどどうしようかな。大した回数使えなそうだよね。焼き尽くす。ただまあ渦潮安いな。5800円か、まあ、せっかくだからじゃあ覚えておくか。バーバラ、あと覚えてないやつ何。力レインコールとかってどこ行ったっけ。毎度あり、毒消しの水はあったっけ。なんだもう知ってるじゃん、からかわないでよって。巨人がそんなこと言うのか。油地獄、エレメンタル、まあ、使わないけどね。よし、これで術ポイントは41か。渦潮とか10くらい使えそうだな。じゃあもう正直ここ用ねえな、マジで用がない。雨雲の腕輪とか、じゃあガーレルアーマーとか買った方がいいよね。体はせっかくジュエルが3つあるんだからガーレルアーマーを買おう。じゃあもうここには用はない。宿屋なんて一緒でしょ、だって地上と。正直よし、じゃあ帰ろう。おい、一応セーブはしていく。買い残しがあったら嫌だからね。で、ガレサステップを抜けて一回クリスタルシティにまた行きますか。敵とはじゃあちょっと戦っていきましょう。せっかく新しい武器を買ったんで。鳥、コカトリスか、アイスソード、ジルコンの斧、レフトハンドソード、ウーコムの矛。そしてバーバラはね、本当はアンバーの土を使いたいんだけど前に出なきゃダメ。エリスの弓、武器は完璧だ。つえチルコンのつえ、やっぱりアイスソード、おおつえ。あとはこれレベル上がったらまた強くなるぞ。よし、いきなり上がった。3レベルくらいまでは問題なく上がるかな。まあ、上がったからセーブしよう。こっちにセーブしよう。花もちょっと倒していくか。じゃあせっかくだし、であとあのゴブリンも倒していこう。いやこいつらじゃあちょっと話にならないな。1回の戦闘でね、なんかの武器が上がってくれればいいんだけど、だいたいさあのオールドキャッスル終えてさ、レフトハンドソードが2で、ウコムの方0、エリスの弓も0で、ガーラルスピアが1上がっただけだからね。いや普通の攻撃でここまでの火力が出るってことはかなり期待ができるな。この先も技を覚えていくと防御になってるし、武器は揃った。あとはレベルを上げるだけだ。アンバーの土977、強くはない。まあ、あの花に防御力も何もないからね多分。よし、アンバーの土上がった。一応セーブしよう。レベルが上がったらセーブをする。まあいいか、とりあえずアンバーの土も触れたし、まずはこのガレサステップを抜けよう。でガーナルアーマーが売ってるのはブルエーレとかなんだよね。でも本当は騎士団寮に行きたいんで、お金的にはどうなってる。1100円、船に乗らなきゃいけないから、まあ、船乗ってちょうどいいくらいか。じゃあ例によってまた1回クリスタルシティに行って、というところで、じゃあ武器の方はね、揃ったので、まあ、あとはイベントをこなしながら武器レベルを上げて、最終的にサルイに挑んでいきたいと思いますので、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。